そのね。はいさい。どうも皆さん、ご視聴中央から見られます。はい。ですね。私、宮古島生まれ首里育ちの TOYO 豊です。出身、うちの宇宙ではありませんけども、寿司も基地の町です。戦ってきた町です。そこで育ちました、谷藤律子と申します。それでは皆さん、一緒に沖縄を返して歌いたいと思います。それでは行きましょう。必ず担ぎが来ます。そうですよね、あの沖縄ですね、もうずっと戦ってますんでね、
昨日今日の戦いではありませんからね、もし私たちがねダメでもですね、私たちの子供や孫がね頑張ってくれるんで、ね、沖縄という一つの塊でね戦っていくぞでは、その子や孫に次の時代を頼むねっていう思いを込めて学び紙歌いたいと思います。これも皆さん一緒に歌ってください。本当にですね、我々の世代が次の世代に残したい、子供たちに残したいのは、本当に希望のあるね、思いやるのある世の中ではないでしょうかね。皆さんね、決して ね本当に差別とかね、密告とかね、忖度とかね、そんな悪くの世の中じゃありませんよね、皆さん ね。ある方がツイッターでおっしゃってくれました。忖度よりも楽しくユンタクできる未来がいい、ね、忖度よりも楽しいユンタク、ね、はい、それでは皆さん、次はですね、阿蘇大ユンタの替え歌、ね、こんな阿部の世の中は嫌だ、阿部のユンタ聴いてください。これじゃ国会議員
それではですね、カチャーシーでですね、空気をかき混ぜてこんな暗黒時代突き飛ばしてしまいましょうね。では両手を上に上げてください。そして窓を開ける、窓を閉める、窓を開ける、窓を閉める。カチャーシーはかき混ぜる、喜びも悲しみもかき混ぜて、こんな、広い世の中吹き飛ばしていきましょう。それではカチャーシー。どうぞ指笛を弾ける方は指笛を吹いてください。ご神代さんてばこいさん、はやばをしてあうやねばかさん、元気にスタートしましたね。